アンソニー・ノマー・ガルシア・パーラは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ウィッティア出身の元プロ野球選手。ウト・ミギウチ。妻は、女子サッカー選手のミアハム。現在は、ESPN のベースボールアナリスト。1973年7月23日に、メキシコ人の両親の間に生まれる。ノマーという名前は、父親のラモンが、 自分の名前をひっくり返したことにちなむ。カリフォルニア州、ベルフラワーのセント・ジョン・ボスコ高校に入学後、1991年に、ハイスクールリーグの最優秀選手に選出され、ミルウォーキー・ブルワーズからドラフト5巡目で指名されたが、契約せず、ジョージア工科大学へ進学。1992年には、バルセロナオリンピックの、 野球アメリカ合衆国代表として出場した。1994年のドラフトで、ボストンレッドソックスから一巡目指名を受け入団。レッドソックス時代のガルシア・パーラ1996年にメジャーデビューを果たし、この年は打率。241.4本塁打、16打点を記録。1997年は、ジミー・ウィリアムズ監督は、 ガルシア・パーラの将来性を見抜いて、ジョン・バレンティンを遊撃から二塁へコンバートさせ、ガルシア・パーラは開幕を迎えた。遊撃手として153試合に出場。7月26日から8月29日にかけて30試合連続安打を達成し、ガイ・カートライトのリーグ新人記録を54年ぶりに更新し、球団史上トリススピーカーに次ぐ歴代2位となった。 一番打者としてのメジャー記録となる98打点を挙げ、30本塁打は遊撃手としての新人記録となった。リーグ最多の209安打はジョニー・ペスキーの球団新人記録を55年ぶりに更新し、365塁打はテッド・ウィリアムズの球団新人記録を58年ぶりに更新した。守備での貢献も多く、地元ではジョニー・ペスキーの再来と評され、 新人王を満票で受賞。1998年には打率、323.35本塁打、122打点と、さらに成績を伸ばし、MVP 投票では、フ安ン・ゴンザレスに次ぐ2位に入った。1999年は打率、357.27本塁打、104打点を記録し、首位打者のタイトルを獲得。 2000年は打率372を記録して2年連続で首位打者となり20慶演もリーグ最多だった。この頃のガルシア・パーラはアレックス・ロドリゲスやデレクジーターと共に実力、若さ、要望を兼ね備えたスター遊撃手として人気を集めた。2001年は手首を痛めて開幕に間に合わず7月29日にシーズン初出場。 ガルシア・パーラは、手術で100%感知するという保証は、どこにもないと、当初は幹部をギプスで固定して、自然治癒力に任せる方法で治そうとしたが、結局手術に踏み切った。その後、8月26日を最後に、再び欠場し、この年は21試合出場に留まった。翌2002年に打率、310.24本塁打、120打点。 56、二塁打を記録して復活を果たす。2003年3月に、レッドソックスは、ガルシア・パーラに4年6000万ドルでの契約延長をオファーしたが、これに対しガルシア・パーラは4年6800万ドルを要求したため、契約延長交渉はまとまらなかった。こうして迎えたシーズンで、ガルシア・パーラは打率、301.28本塁打、105打点という、 成績を収め、またシーズン終了後の11月23日には、有名女子サッカー選手のミアハムと結婚。公使とも充実し、米国のスポーツセレブリティの顔とも言える存在になった。しかし契約延長交渉は、シーズン終了後も不調に終わり、球団はガルシア・パーラの放出を検討し始める。2004年、レッドソックスは、 ガルシア・パーラの後釜として、ロドリゲスの獲得を狙った。ロドリゲスをマニー・ラミレスとのトレードで獲得し、ガルシア・パーラはマグリオ・オルドニエスとのトレードで、シカゴ・ホワイトソックスへ放出する計画が、水面下で進められた。ロドリゲスとラミレスのトレードが、選手会の反対で頓挫し、この計画は実現しなかったが、シーズン前に、右アキレス腱を痛めて、 開幕を故障者リストで迎えたガルシア・パーラは、心身ともに傷ついた。6月9日に復帰したガルシア・パーラだったが、守備での動きの悪さが目立った。守備のミスから、不要な失点を重ね、肘責点の多さが7月末時点で、リーグワーストになっていたレッドソックスは、守備の名手を獲得するためトレードを拡作する。 2004年7月31日、ガルシア・パーラは資格トレードで、シカゴ・カブスへ移籍した。カブス時代のガルシア・パーラトレード翌日の8月1日、ガルシア・パーラは、カブスの本拠地、リグレーフィールドでのフィリーズ戦で新天地でのキャリアを、スタートさせ、10月3日に、シーズンが終了するまで43試合に出場。打率、297.4本塁打。 20打点を記録した。一方、ガルシア・パーラを放出したレッドソックスは、前述の資格トレードで、エクスポズからオーランド・カブレラ遊撃手を、ツインズから、ダグ・ミント・ケビッチ・一塁手を獲得。ゴールド・グラブ賞受賞経験者2人が加入したことで、守備が改善され、投手陣も成績が向上、また球団や、地元マスコミと確執があったガルシア・パーラがいなくなった、ことで、 チームから火種が消えるなど、チームの状況が好転した。この年、レッドソックスは86年ぶりの世界一を達成する。シーズン終了後、ガルシア・パーラは FA となった。しかし、打撃で平凡な成績しか残せず守備も急激に衰えていた上、カブレラやエドガー・レンテリアなど他の有力遊撃種も FA となっていたため、 結局1年825万ドルでカブスに残留。2005年、故障に悩まされたガルシアパーラの出場試合数は62試合にとどまり、三類種としての34試合に出場。限界説が囁かれるようになり、カブスもシーズン終了後に再契約のオファーをしなかった。シーズン終了後、守備経験はないが負担の軽い一類種や、 外野手として移籍先を探し、12月19日に1年600万ドルでドジャースと契約。2006年は両親がメキシコ人であることから MLB のシーズン前に開催されるワールドベースボールクラシックにメキシコ代表として出場を打診されたが、シーズンに集中したいと出場辞退。シーズンでは開幕当初は故障者リストに入っていたが、 4月22日に、戦列復帰してからは、早いカウントから好きなボールを的確に捉える打撃が、復活し、打率30。303.20本塁打、93打点を、マークし、3 3三42四球と高打者に見られる四球が、三振を上回る逆転現象が起きた。後半戦はやや失速したものの、9月18日の、 パドレス戦では9回に4者連続本塁打で追いつき、延長10回は、サヨナラ玉などの劇的な一打を連発し、勝負強さを見せた。シーズン終了後には、カムバック賞を受賞し、MVP 投票では13位に入った。11月に2年1850万ドルで、ドジャースと契約延長。2007年は、シーズン途中で、 若手のジェームズ・ローニーに一類のポジションを譲って、自身は三類種となり、前年とほぼ同じ試合数に出場したが6、本塁打しか放てず、チームも得点力が伸び悩んだ。2009年3月6日、オークランドアスレチックスと一年契約。同年、二度の故障者リスト入りを経験。65試合の出場で、本塁打数は、自己ワーストとなった。2004年に、 レッドソックス法出位後発となった7月6日のレッドソックス戦ではボストンのファンからスタンディングオベーションで迎えられた。2010年3月10日、レッドソックスとマイナー契約を結び、その直後に引退を発表した。ガルシアパーラはレッドソックスのユニフォームを着て引退したいとずっと思い描いていた。夢が実現したと語った。同日、ガルシアパーラは レーズ対レッドソックスのオープン戦で始球式を行った。保守は大学時代からのチームメイトでもあるジェイソン・バリテックが務めた。打撃は初球を積極的に打ちに行くスタイルでバットスピードがとても速く打球を引っ張ることを好んだ。遊撃守備では送球の正確さには欠けるものの 強権とボディコントロールを生かし、後ろ足を固定せずにジャンプして、ボールを体の右から左へ横切るようにしてスローイングする、型破りな守備を見せた。しかし2004年に右アキレス腱を故障して、以来走力が衰え、守備も急激に衰えてしまい三塁手や一塁手にコンバートされた。試合のある日は、毎回決まった手順で行動し、 打席に向かう時やベンチに戻る時などは決まった足から踏み出し、決まった足取りで危機し、打席では一球ごとにバッティンググローブやプロテクターの紐を締め直し、スパイクのつま先を地面にトントンと叩くなどの癖があった。階段も決まった足取りで上り降りし、ベンチに戻ると決まった手順でグラブにタッチしていた。友人でもあるデレクジーターは、打席での一連の動作を、 トゥーロングと評したが、ガルシア・パーラ本人は、僕は何を言われてもいいんだ。あれで効果があるわけだからと、意に介していなかった。ファンに囲まれる、ガルシア・パーラ夫妻妻は、女子サッカー選手のミアハムである。10歳年下の弟マイケルも2001年のドラフト一巡目で、シアトル・マリナーズから指名された、野球選手である。いとこのアルトゥーロ・レベスマは、プロサッカー選手で、 2007年からは、メキシコのプロサッカーリーグプリメーラディビシオンの CD グアダラハラでディフェンダーとしてプレーしている。ありがとうございます。